朝ジャン。皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。4月に入り新年度が始まりましたね。今年度も元気いっぱい尾張旭市の旬な情報をお届けしていきます。今回の内容はこちらです。新年度に予定している事業や新年度への意気込みについて直接水野義則尾張旭市長にお話を伺う水野市長に聞く新年度の重点事業をお送りします。皆さん最後までぜひお楽しみに。水野市長よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回ご出演していただいた新春インタビューからもうあっという間に3ヶ月が経ってしまって、ね、新年度が始まりましたね。はい、本当にあっという間でした。はい、今年度に予定されている事業についてお聞かせいただけますでしょうか。はい、今年度はですね、全国植樹祭がもう来年に迫っているということで、それに合わせまして、まあ、町の将来的な発展につながるような投資的な事業を実施していこうと考えておりまして、市内外の方に住んでみたいとか住み続けたいと思っていただけるまちづくりを引き続き進めていきたいと思っています。はい、具体的にはどのような、事業があるんでしょうか。はい、まあ、大きく4つのテーマがありまして、変化を感じる4大事業、それから時代を見据えた取り組み、それから充実の子育て教育、そして高めるまちの魅力、まあ、この大きくは4つのテーマに沿った事業を実施していこうと考えています。なるほど。変化を感じる4大事業、時代を見据えた取り組み、充実の子育て教育、高める町の魅力の4つのテーマがあるわけですね。それではまずは変化を感じる4大事業について教えていただけますか。まあ、市としてはいろんな取り組みをしているんですけども、まあ、例えば計画を作ったりですとか、まあ、設計をしたりですとかいうのはなかなかこう市民の皆さんの直接目には触れないものでありまして、なかなかあんまり変わってないよなという方もおられるんですけども、新年度はかなり大きな変化を感じていただけるんじゃないかなということは思っています。では具体的にはどのような変化があるんでしょうか。まずは文化会館の方が全国植樹祭の好展会場に指定をされたということもありまして、ほぼ1年閉館をしまして大幅なリニューアル工事を予定をしております。でメインはエントランス部分と文化会館ホールの耐震化ということなんですけれども、まあ、座席の方も新しいものに変えますし、あと2階部分の展示室なんかもきれいな使いやすい形にリニューアルをします。それから入り口部分もスロープを作ったりですとか、それからちょっとカフェの方もちょっとテラスっぽいような今風の形にして、まあ、皆さんに用事がなくても立ち寄っていただけるような文化会館になるんじゃないかなと思っています。その他にはありますか。市役所の隣に市民会館という建物があって、閉館してしばらく経つんですけども、こちらの方の解体をする設計の方がようやく終わりましたので、いよいよ解体をすると、あと霞ヶ丘線という道路の築造工事が昨年度から始まっておりますけども、はい、これ2カ年で実施する予定ということで、予定通り今年度完成という運びになる見込みであります。はい、あとは、グリーンシティケーブルテレビさんの新社屋がいよいよ、はい、オープンをするということで、はい、その中に、はい、市のスペースとして、尾張旭町案内ということで、はい、いわゆる観光案内所的なものを、設置をさせていただくということで、こちらの方観光協会さんの方に委託をさせていただいて、おもてなしをしていただくスペースとして、尾張旭のことを知りたかったらここに寄ってね、尾張旭のものを何か買いたかったらここに寄ってねというスペースが初めて、尾張旭にできるということですので、それも皆さんに変化を感じていただけるんじゃないかなと思っています。すごく楽しみにしています。はい、続いて時代を見据えた取り組みというものはどういうものなんでしょうか。
尾張朝日もそうなんです、まあ、全国的に、少子化それから長寿化というか、まあ、高齢化が進んでいるよということで、まあ、そうしたものに対応していく必要も自治体としてはあるということで、そんな取り組みを今考えておりまして、まあ、具体的には合葬式墓地というものを、まあ、設計をしていこうということで、はい、まあ、今なかなかお墓を建てても、もう子どもさんも遠くに行っちゃってるし、なかなかお墓をお守りする人がいないよとかっていう方が結構おられまして、はい、まあ、我々でもぜひそういうものを整備してほしいという声がありまして、はい、来年度の以降の、まあ、工事に向けて今年度まずは設計をしていこうと。それでは続いて充実の子育て教育について教えてください。まずは妊娠をされた時から、まあ、子どもさんが、まあ、大きくなるまでを、まあ、切れ目のない支援をしていこうということで、まあ、これは昨年度、一昨年度ぐらいからずっとやってますけども、はい、それを継続していこうと思っています。はい、まあ、その中で予防接種が、まあ、お子さんはいろいろあると思うんですけど、本当に多いんですよね。種類がいろいろあって、まあ、タイミングもなかなか難しいということがあるんですけど、はいはい、その中で、まあ、任意の接種のものも、まあ、かなり希望が、接種の希望が高いんですけど、にであるがゆえに結構なお金がかかるということで、はい、その中でもロタウイルスというウイルスの予防接種が、はい、まあ、医師会さんの方からもこれはかなり有効だよということを言われているんですけども、金額がかなり、かかるということで、まあ、その一部を助成していくという制度を新たに作っていきたいと思っています。はい、まあ、それからどうしても待機児童がまだ発生をしておりますので、まあ、その解消を図っていくということで、保育園の方とあと児童クラブの方の定員拡充を図っていきたいなと思っています。それから保育園の方がまあかなり実は、まあ、一律私立の保育園は古くなってきてまして、まあ、今まで壊れると直すとか古くなるとちょっと手を入れるとか、まあ、ちょっと場当たり的に改修をしてきたという現実がありますので、改修計画をしっかり作っていこうということで、今年度はその計画策定に取り組んでいきたいと思っています。それでは最後のテーマである高める町の魅力について教えていただけますか。まずはやっぱり第70回の全国植樹祭に向けて、まあ、いろんなイベントを実施していきたいなと、町の認知度を高めていきたいなということを思ってまして、1年前イベントですとか200日前イベントですとか、まあ、そういったいろいろイベントを打ってて、まあ、皆さんの中でこう全国植樹祭に向けてのちょっと機運を高めていくという取り組みをしていきます。はい、まあ、そうした中で、ちょうど今池という池があるんですけども、はい、森林公園の南門という門に、まあ、隣接をしておりまして、ちょうど西側に江戸彼岸桜という、まあ、一本立派な木が、咲いているとかも立っておりまして、はい、市内では唯一自生をしている、で樹齢は100年を超えていると言われている木がありまして、その周りをちょっと整備をしまして、まあ、人が近寄って、まあ、花が咲いている時は見えるようにするということで、新たな名所として整備をしていきたいなということも考えております。冒頭にもありましたけれども、住み続けたい住みたくなる町につながる事業がたくさんありますよね。そうですね、まあ、尾張朝日市というところを、まあ、まずは、ね、市外の方には知っていただきたい、訪れていただきたいという取り組みはずっと続けていましたし、はい、まあ、もうすでに住んでいる方は、うん、この町ならもうずっと住んでいけるな、ずっと住みたいなと思っていただくことが、まあ、大事かなということで、そうしたことを、まあ、意識していろんな事業をやっていきたいと思っています。分かりました。それでは最後に市民の皆さんにメッセージを市長の方からお願いしていいですか。はい、新年度はですね、まあ、いろんな大きな事業も予定をしておりますので、まあ、文化会館も含めていろんなご不便をおかけする場面もあろうかと思っておりますけども、まあ、結果としてかなり大きく終わりさし変わったなという変化を感じていただけるということを確信しておりますので、ご協力いただきたいと思っております。それから第5次総合計画の前期の最終年度となります。まあ、この成果と課題をしっかり検証して、まあ、見直しをしていきたいと思っておりますけども、将来の町の像としてみんなで支え合う緑と元気あふれる住みよい町尾張朝日、まあ、これはしっかりと実現していくために、いろいろ新しいことにもチャレンジをしていきたいと思っておりますので、引き続き市民の皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。わかりました。私も今年度も元気いっぱいにこの尾張朝日市の魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、4月1日号の朝ちゃんはいかがでしたか。朝ちゃんはこちらの時間帯で放送しています。ぜひお好きな時間にご覧ください。
次回4月15日号の朝ちゃんも盛りだくさんの内容で放送します。ぜひお楽しみ。さて今回から番組の最後に朝ピーとのじゃんけんコーナーが始まります。ぜひ一緒に遊んでみてくださいね。それではさようなら。朝ピーじゃんけんじゃんけんポン。次回の朝ちゃんもお楽しみに。